特別な日に作りたい土鍋で鯛めし。鯛の鱗を丁寧に取り除き、さっと水洗いをします。次は胸びれの後ろから包丁を入れて頭を切り離し、内臓も取り除いてください。もう一度水で洗い流したら、背側からゆっくりと包丁を入れて、次は腹側からも包丁を入れて身を切り離します。頭は半分に割り、残っている骨は骨抜きで丁寧に取り除きます。熱湯にさっと通し、霜降りをし、水分を拭き取り、塩を一つまみかけたら250度のオーブンで15分焼きます。土鍋に洗った米、水、薄口醤油、みりん、酒、だし昆布、そして焼いた鯛をすべて加えて火にかけます。鍋から蒸気が出てきたら弱火にして、ここから10分炊いてください。10分後、水分がなくなっていたら蓋をして20分蒸します。仕上げに三つ葉を飾れば、土鍋で鯛めしの出来上がり。